16世紀フランスの医師、先生術師ミシェルド・ノートルダムこと、ノストラダムスの一族は、平凡なユダヤ系フランス人の家系である。しかし、ノストラダムスが預言者として祭り上げられる過程でその羊について、粉飾が行われ、彼を預言者と信じる、人々の間で踏襲されていった。これに対し、20世紀以降になると、 実証的な立場から彼の一族について解明しようとする動きが見られるようになった。ノストラダムス自身は先祖についてはかなり漠然とした形でしか述べていなかった。しかし、その弟ジャンド・ノートルダムや息子セザールド・ノートルダム、秘書ジャン・ウェメド・シャビニーラによって先祖について粉飾した経歴が語られるようになった。 シャビニーによる電気の最初のページセザールの年代記シャビニーは、その著書、フランスのヤヌスの第一の顔に収録した、電気、経験のあるキリスト教徒たる歴代の国王アンリ二世、フランソワ二世、シャルル九世の常任寺位にして顧問であったミシェルド・ノートルダム氏の生涯に関する小論の中で、こう述べた。彼の父ジャックド・ノートルダムはその地の交渉人で、母は、 ルネド・サンレミと言った。その父方と母方の祖父たちは、先星術と医学に非常に長けた人物であり、医師として、一方は、エルサレムとシチリアの王であったプロバンス博、ルネの地位を、もう一方は、ルネ王の息子にあたるカラブリアコージャンの地位を、それぞれ務めていた。彼に、天体の科学への最初の関心を、戯れのような形で持たせていた母方の祖,祖父が、亡くなると、 彼は人文科学を学ぶためにアビニョンへ送られた。また、ノストラダムスの息子セザールは、おじじゃんから引き継いだ総稿をもとにした大著、プロバンスの歴史と年代記でこう述べた。諸言語に通行していた巧明にして博学なる医師、ピエールド・ノートルダムは、ミシェルの祖父で、その当時はカラブリア公に仕えていた。校は、彼のことを常に、 禁止させており、同じように善良をルネにも使えた。これらは、伝説家の中でも、特に早い時期に属している。さらに18世紀の伝記作家、ピエール・ジョゼフ・ドエーツになると、ノストラダムスの一族は、ユダヤの失われた十四族の一つ一盛る族の、末裔だとも述べた。こうした伝説が、信奉者たちの著作に引き移されていく中でさらに、 膨らんでいき、二十世紀になるとノストラダムスはラビを排出した家柄に属するなどと主張する者たちも現れるようになった。ノストラダムスは二十代後半に最初の結婚をしたが、その妻や子供とは死別した。そして、四十代半ばになって再婚し、三男三女を設けた。このあたりの事情はシャビニーも正しく伝えていた。アジャンでノストラダムスは、 大変に家柄の良い霊場を妻にめとり、男児と女児の二児を設けた。この妻子が亡くなると、彼は誰も連れずに一人で旅立ち、ついには、生まれ故郷のプロバンスに戻ることにしたのである。彼は二人目の妻との間に三男三女の六人の子供を設けた。セザールという名の長男は、非常に快活な思いやりのある人物で、 ノストラダムスは百死編集の初版を彼に捧げている。しかし、ノストラダムスと同時代にはノストラダムス二世という偽物がおり、諸子学者らクロワ・デュメーヌは誤ってノストラダムスの子供として紹介していた。後代にはさらにエスカレートし、わざわざシャビニーによる正しい紹介を否定した上で誤った家族構成を主張する者も,も現れた。 17世紀末から18世紀初頭に活動した、信奉者、バルタザール・ギノーは、こう紹介した。彼はそこで裕福な家庭の未婚女性ポンス・ジュメルと再婚した。ガリアのヤムスは、彼が6人の子供を設けたと主張したが、実際には4人の子供、つまり三男一女しかいなかったのである。第一子は、ミシェルノストラダムスという名を持ち、 父と同じように占いをしようと志したが、父のようには成功せず、1563年に一冊の先生術論をパリで出版したことで満足し、その科学を捨てた。第二子はセザール・ノストラダムスで、彼はプロヴァンスの歴史を研究した。第三子はフランシスコ会修道士で、第四子は娘だった。こうした位置づけは19世紀の未章の、 人命辞典などにも引き継がれたが、エドガール・ルロアラの実証的研究の結果、ノストラダムスの息子に、ミシェルという名の人物はいなかったことが明らかになっている。他にも、血統的つながりがないにもかかわらず、ノストラダムスと名乗った者たちは複数現れたが、それについてはノストラダムスを参照のこと。実証的なノストラダムス一族の研究は、20世紀の郷土史か。 エドガール・ルロワが宣弁をつけた。ルロワは、プロバンス地方の各自治体の古文書館で調査を行い、ノストラダムスの先祖や親類について研究した。ルロワの調査には脱老もあったが、それは、ウジェーヌレイが保管した。現在の実証的なノストラダムス研究においても、電気については、ルロワやレイの研究が土台となっている。その結果、 祖父や祖祖父が善良をルネラの辞位を務めたとか、一っさかる族に連なるといった話は、いずれも、資料上の裏付けが存在しないことが、明らかになった。以下、ノストラダムスを基準として、その先祖、兄弟、子孫について述べてゆく。アビニョンの街並み、ノストラダムスの不兄の先祖は、アビニョンの商人だった。アストリュージュ・ド・カルカソンヌは、 ノストラダムスの5代前の先祖で、資料からアビニョンで商業を営んでいたと、推測されている、ユダヤ人である。ビタル、サロモン、ジョス、コンプラデ、ベル、ストルトという6人の子供がいた。ビタルド・カルカソンヌは、ノストラダムスの高祖父である。アストリュージュの子で、アビニョンで小麦と織物の卸売商を営んでいた。クレギマシプという人物の娘アストリュージーと結婚し、 ジャコブ、ダバン、マソヌという、少なくとも三人の子を設けた。ダバンド・カルカソンヌは、ノストラダムスの父方の祖,祖父である。ビタルの息子で、父の仕事を継いで商業を始めたが、1417年に、教会大分裂が収束したのを機に、アビニョンの人口が減少し、ペスト流行と、相まって苦労が多かったようである。1430年頃に、 ユダヤ人女性、バンゲソンヌと結婚した。彼女との間に、クレカが生まれた。父ビタルが死んだ翌年頃に、キリスト教に改修し、アルノートンド・ベロログと改名した。この改修に、バンゲソンヌが賛同せず、離婚した。その後、1464年頃までに、出事未章の女性マリーと再婚し、彼女との間には、息子、トリスタンを授かった。 1473年頃に没したらしいが、生涯現役で、小麦の取引や貸金業を営んでいたという。トリスタンド・ベロルグは、ノストラダムスの王子で、マルセイユに住み、1524年8月に、マルセイユが、ブルボン港によって包囲された時には、防衛隊に名を連ねた。その4年ほど後には、マルセイユの利発師として記録が残っている。クレカド・カルカソンヌは、 アルノートンの息子で、ノストラダムスの祖父にあたる。後に名乗ったピエールド・ノートルダムの名でよく知られるが、他にもギ、ガソネ、ギドン・ガソネ、ペロッド・サント・マリーなど、多くの異名で公文書に記録されている。関連文献において、実施、アルルのピエールド・ノートルダムなどと区別するときには、アビニオンのピエールド・ノートルダムと書かれることもある。 その呼び方にあるように、アビニョンで生まれた。正確な少年は未生だが、1448年に18歳くらいで結婚しているため、1430年頃の生まれと推測されている。最初の妻はシストロンに住んでいたクレカド・カステロの孫、ステラド・カステロだった。クレカは、小麦やカラス麦を扱う卸売商として活動し、氷菓子も営んでいた。 時期は不明だが、モントゥーに住んでいたジェセガソネの娘ブナストリュージーガソネと再婚した。ジェセはクレカの親戚だったらしく、キリスト教徒に改宗していた。しかし、ブナストリュージー自身は、クレカがキリスト教徒となった後も改宗を拒み、結局1463年6月に正式に離婚が認められた。クレカが改宗した時期は、はっきりしない。 エドガール・ルロアは1454年頃とし、回収後の名であるピエール・ド・ノートルダムは1455年の穀物取引記録ですでに見られるとしている。その一方、ウジェーヌレイは1460年1月24日に先立つ5ヶ月の間に回収したとしており、1457年の時点でクレカ・ド・カルカソンヌが アビニョンのユダヤ人とされている記録も挙げている。また、回収の背景として、1459年6月にカルパントラで起きたユダヤ人虐殺事件が切迫した恐怖を呼び起こした可能性を指摘した。いずれにしても、1460年代初頭までには、キリスト教に回収したことになり、そのことが、ブナストリュジーとの離婚につながった。ピエールとノートルダムは、 1464年12月8日に、キリスト教徒ブランシュとサントマリーと婚約の式を取り行い、三度目の結婚をした。ブランシュとの間には、常務、フランソワ、ピエール、カトリーヌ、バルトロメ、マルグリーットというミオゾージョをけた。常務は講述する。次男フランソワは若くして亡くなったと推測されている。三男ピエールは、アルルで商業を営んだ。 長女カトリーヌは三度結婚することになる女性で、相手はいずれもアルル在住だった。次女バルトロメはサロンドクローの商人と結婚した。三女マルグリットは1494年12月26日にアビニョンの染物業者、ピエールド・ジョアニスと結婚した。彼らの父ピエールは、生涯、穀物商人として活動し、不動産取引に関心を示した時期もあったようである。 正確な没年は不明だが、1485年2月の記録をもとに、1484年から1485年にかけて、52歳くらいで亡くなったと推測されている。ブランシュド・サント・マリーは、ノストラダムスの父方の祖母で、ブランシュド・ノートルダムとも名乗ったが、その生涯についての情報は少ない。少年は未生である。医師。 ピエール・ド・サント・マリーの娘として生まれ、1464年に、ピエール・ド・ノートルダムと結婚した時には、エクスアン・プロバンスに住んでいた。没年も未消だが、1503年2月15日に、借金取り立ての権利を、娘婿のジョアニスに譲った記録があるので、少なくともその頃までは生きていたことが、明らかになっている。ジョーム・ド・ノートルダムは、ノストラダムスの父、 アビニョンとサンレミで、商人、交渉人などとして活動した。ジョメド・ノートルダム、ジャックド・ノートルダム、ジャックド・サント・マリーなどとも記録されている。ジョームは1470年頃に、アビニョンで生まれた。父、ピエールの死は1485年頃で、ジョームが15歳頃に当たっている。ジョームは、当初父の職を継いで、アビニョンで商業と貸金業を営んでいたが、 1495年5月14日に、プロバンス州サンレミのレニエールと結婚したのを機に、サンレミに転居した。ノストラダムスが生まれた時に一家が住んでいたとされる家、常務は、レニエールとの間に少なくとも7男、カズメを設けた。そのうち、長男に当たるのが、医師、先生術師として名を成すことになるミッシェルである。常務は、ミシェルの誕生と前後する時期から、 商人としてだけでなく交渉人としても活動するようになる。サンレミの飛び散らトゥールとカニアックの共同領主たちの交渉人、代所人を1513年から1521年まで務めていた。それと、並行して1519年8月13日から少しの間、同じ飛び地で、貴族、アントワーヌ・アルメランが務めていた、商法定大官の代理にも任命されていた。 この時期に、常務は、貴族の仕事の代理をしているという理由で、貴族を自称していた。1540年10月22日には、フランスは一世から、フランスの市民権を公式に認められた。常務は、強行領だった、アビニョンの生まれである一方、その職歴のほとんどは、フランス領内で蓄積されていたことから、市民権の問題が存在していたのである。 正確な没年は明らかになっていないが、1547年2月6日付の文書で、常務の息子たちを共同相続人とする記述が見られることから、1546年末から1547年初め頃に没していたと推測されている。母方の先祖については、資料的に裏付けられている人物が少ない。 ジャンド・サンレミは、ノストラダムスの母方の祖,祖父で、サンレミド・プロバンスの医師であった。その正確な少年は不明だが、1478年10月の公文書で50歳と記載されていることなどから、1428年頃の生まれとされる。確認されている限りでは、ジャンは、キリスト教徒であった。通続的には、本人ないしその父親が回収した、 元ユダヤ教徒だったとされるが、そのあたりの事情を証明できる資料は残っていない。時期は不明だがシレットという女性と結婚し、息子、ルネを設けた。妻シレットに関する詳しい情報はない。ジャンの職業は医師だったが、それと共に1581年から1504年の間は、サンレミドプロバンス首都局のクラベールの地位にあった。また、 サンレミの法廷の下級大官補佐を務めていた時期が何度もあった。こうした事情から町の名士として様々な郷土資料にその名を見出せるが非常に有名な善良をルネの辞を務めていたという説を裏付けられる資料は確認されていない。1495年3月14日には孫娘レニエールの結婚持参金のために財産分与を行っている。 ジャンは、妻シレットと共に、孫娘夫妻と同居し、孫娘の夫で、アビニョンの商人だった常務が、サンレミの町で、交渉人としての仕事を始める際にも、いろいろと支援をしたようである。前述のようにジャンは、様々な郷土資料にその名が残っているが、1504年を、境に全く見られなくなる。そのため、この年に没したと考えられている。 ジャンについては、ノストラダムスが幼い頃に、様々な外国語、医学、先生術などの知識を伝えた、老教師としての側面が強調されてきた。そうした見方を最初に交換したのは、すでに見たように、ジャン・エメ・ド・シャビニーである。しかし、ジャン・ド・サン・レミが1504年以降も生きていたという、記録は、今のところ全く見出されていない。ルネ・ド・サン・レミは、 ノストラダムスの母方の祖父である。電気的事実でわかっていることは少ない。少年は、密生で、ベアトリス・トゥレルと結婚し、娘レニエールを設けた。1479年頃に亡くなり、ベアトリスの父ジャックとジャンド・サン・レミの間で、ベアトリスの結婚時産金返還をめぐる系統があったベアトリス・トゥレルは、ノストラダムスの母方の祖母だが、こちらも、 電気的事実で明らかになっていることが少なく、マルセイユ出身のジャック・トゥレルという人物の娘で、ルネド・サンレミと結婚したことだけしか分かっていない。トゥレル家自体は、サンレミ・ド・プロァンスでは19世紀まで知られた名だったという。レニエール・ド・サンレミは、ノストラダムスの母で、ルネ・ド・サンレミとも表記される。生涯に関して分かっていることは、ほとんどないが、エドガール・ルロアは、 彼女が、キリスト教徒だったと推測している。聖没年も不明だが、ウジェーヌレは1536年以降に没したと推測している。ノストラダムスの兄弟の中には、聖没年を含め、詳しいことがわからない者たちが多い。ドフィーヌ・ド・ノートルダムは、ノストラダムスの姉もしくは妹。名前は、デルフィーヌと綴られることもある。 しばしば、ミシェルの妹で、第二子とされるが、少年がはっきりしないため、ノストラダムスとドフィーヌのどちらが第一子だったのかは、特定されていない。1576年の遺言書で、大変な高齢とあることから、長子と推測する者も、いる。生涯を、サンレミドプロバンスで過ごし、独身を貫いた。弟のアントワーヌとの関わりで、 いくつかの資料に名を乱すことができる。1576年の遺言書では遺産の受け取人としてアントワーヌとその息子、クロードを指名している。ピエールド・ノートルダムは、ノストラダムスの弟の一人。父、ジョームが1534年から1535年にかけて作成した三通の遺言書で言及されていることから存在が明らかになったが、 性没年などの詳しいことは全くわかっていない。職業は公領商人だったという。ルイド・ノートルダムはノストラダムスの弟の一人。ピエールと同じく1534年から1535年の遺言書にしか見られない詳細不明の人物である。職業は初期公証人だったらしい。ピーター・ラメジャラーはルイを1522年生まれとしているが、 根拠は示されていない。エクトールド・ノートルダムは、ノストラダムスの弟の一人、サンレミド・プロバンスに生まれたが、先例記録などはなく、詳細は不明である。数少ない記録として、1546年4月26日付の結婚契約書が残っている。相手の名は、アントワネット・ド・モルゲートである。アントワネットは、 マルティーグ島のジャンモルゲという夫婦の娘であったという。カトリーヌは、サンレミとタラスコンに不動産を所有していたようである。エクトールとアントワネットの間には、1558年に、一人娘、フロリモンドが生まれた。ベルトランド・ノートルダムは、ノストラダムスの弟の一人。プロヴァンス州サンレミの商人、軍人。ベルトランド・ノストラダムスとも名乗った。 ノストラダムスの弟で、ノストラダムスを名乗ったのは、ジャンとベルトランだけである。プロヴァンス州産レミで、1518年の6月4日から7月10日の間に洗礼を受けた。日付が曖昧なのは、現存している資料が不完全な形でしか残っていないためだという。名付け親が、大父ベルトラン・ユゴラン、大母ジョルダーヌドラ・メールということはわかっている。 1540年頃にラマノンの領主の娘であるトミーヌ・ルースと結婚した。トミーヌとの間にはクロード、ジャン、ジャンヌ、カトリーヌ、リュクレース、ブランシュという次男4女を設けることになる。1556年にはサンレミにおいてブルジョワーにして商人と記録されている。この時期にはサンレミの法廷の初期とも記録されている。ユグノー戦争が始まると プロバンス総督の単独白、クロード・ド・サボアワに使え、1568年以降、その、従者、平貴族、いて、貴兵などと記録されている。コピー店を冠して記録されることもあった。かなりの財をなし、1573年から1574年には、サンレミの第一執政官にも選出された。ベルトランの没年はわからない。 最後の記録は1602年4月10日付のもので、その時にはおよそ84歳となっていた。子女の内長男と推測されるクロードは、ビエルもしくはビエローヌという女性と結婚した。彼女は、ベルトランの父、常務が一時代理を務めた貴族、アントワーヌ・アルメランの娘と考えられている。クロードとビエルの間には娘とミーヌ息子ミシェル・ベルトランが生まれた。 ベルトランの娘の一人ジャンヌは、名付け親として、アントワーヌ・アルメランの息子が立ち会った。ジャンヌは後にサロンド・クローの名士であったトロンド・クドゥレ、家の当主と結婚した。トロンド・クドゥレ家からは、18世紀に、ノストラダムスの伝記を書いたパラメド、トロンド・クドゥレが現れた。ジャンは洗礼を受けた記録くらいしか、明らかになっていない。カトリーヌと、 リュクレースの受選記録と結婚契約に関する記録などわずかにしか伝わっていない。前者はタイラ貴族の息子ピエールドリスプと後者はアルルのブルジョアであるジャンド・モンドとそれぞれ結婚した。また、リュクレースは1596年のベルトランの遺言書で言及されていることから、それまでは確実に生きていたと考えられている。ブランシュド・ノートルダムは ベルトランの末娘である。1555年11月19日の洗礼には、ノストラダムスが大父として立ち会った。ノストラダムスが、親名の洗礼に、大父として参加した例は、今のところ他に確認されていない。ブランシュの名は、1568年11月11日付の、ベルトランの遺言書には見られない。そのため、 13歳の誕生日を迎えるよりも前に亡くなったものと推測されている。ジャンド・ノートルダムはフランスの放送家、歴史家、ノストラダムスの弟の一人、プロヴァンス氏の研究を行い、最も名高い昔のプロヴァンス詩人たちの生涯を観光した。ジャンについてはかつて主張された1507年生まれという、説と1522年2月19日という、 先例記録に基づくルロアの説がある。青年自体がそのように不確かなため、少年期、青年期についての詳しいこともわかっていない。1543年頃から1555年頃には、x アンプロバンスで交渉人として活動し、それ以降、20年以上にわたり X の高等法院検事を長く務めた。ジャンは本業の傍らで、 プロヴァンス史研究を行っており、その成果の一部は、最も名高い昔のプロヴァンス詩人たちの生涯として、刊行された。他、800ページ近くに及ぶプロヴァンス史研究の、総合が、X の私立図書館に現存している。これは生前刊行されることはなかったが、老いのセザールド・ノートルダムが、この研究を引き継ぎ、プロヴァンスの歴史と年代記として出版している。 かつては1590年没とされていたが、現在では様々な状況証拠から1577年初め頃に没したと推測されている。アントワーヌ・ド・ノートルダムは、ノストラダムスの弟の一人。サンレミド・プロバンスの役人、放送家。1523年4月27日に洗礼を受けた記録がある。 1547年から1597年までについては、公証人バディナンクによる記録に多く見出せる。このため、その時まで生きていたことは確かだが、正確な没年は不明である。職業は、記録によって様々で、1550年から1551年には、サンレミの長税理、1557年には、同志の賢治、1558年には、 同志の失政官及び、法廷の書記などとして記録されている。また、しばしば、プラチシャンという肩書きが名前に付けられている。正確な時期は不明だが、カバイオンのロワーズ・ベルルと結婚し、名前が分かっているだけでもじゃん。エクトール、ジャンヌ、クロード、アンヌ、カトリーヌ、デルフィーヌ、ピエール、ブノワ、ダマリーという重視を設けた。ジョジ5人とエクトールについては、 出生時の洗礼記録か、結婚契約くらいしか知られていない。男児については、ジャンは、職業不明だが、副職業者のもとで、徒定修行をしたことがわかっている。三男クロードは、長年賢治を務め、父と同じようにしばしば、プラチシャインと呼ばれている。ディアーヌ・ド・ベルニエールという女性との間に、ピエール、ローラン、マルグリット、シビル、 ダマリーという二男三女を設けた。四男ピエールは、アルル近郊のモンマジュールのサンピエール修道院で、修道士になった。イツオブノワは、景気兵隊に属した軍人で、ポールという息子がいたことがわかっている。アンリエット・ダンコスは、ノストラダムスと1531年にアジャンで、結婚契約書を交わした女性である。この文書は1990年代に発見された。 ジャンエメド・シャビニーの伝記に出てくる幼い子供二人と共に1530年代に病死した最初の妻と同一死されている。サロンのノストラダムスの家、アンヌ・ポンサルドはサロンドクローの住民、ノストラダムスの再婚相手。ノストラダムスとの間に三男三女を設けた。名前はアンヌ・ポンサールと表記されることもある。最後にジュメルをつけて、 アンヌ・ポンサルド・ジュメルとされることもあるが、ジュメルは中期フランス語で、双子の意味であり、双子だったらしい、彼女のあだ名のようなもので、名前の一部ではない。ノストラダムスとは1547年11月11日に、結婚契約書を交わした。ノストラダムスと結婚する前のアンヌの経歴は、前の夫が、弁護士、ジャンボームだったことくらいしかわかっていない。 生まれた年自体が不明だが、再婚時に、仲介の老を取ったトミー・イヌ・ルースとは幼馴染であった、らしいので、それをもとに再婚時に30歳くらいだったとする説も、ある。他方で再婚後14年間に六死を設けている、ことから、かなり若かったと推測する者もいる。ノストラダムスの墓姫、ノストラダムスの墓姫は、アンヌの名で刻まれている。ただし、 実際に文面を起草したのは、息子のセザール・ド・ノートルダムだったらしい。1582年7月7日に、息子セザールが、知人のトリポリ公の暗殺事件に居合わせ、危うく、命を落とすところだったという話を聞き、寝込んでしまう。そのまま、11日後に帰らぬ人となった。死後。 当時ノストラダムスが葬られていたのと同じサロンのフランシスコ会修道院付属教会に埋葬されたマドレーヌ・ド・ノートルダムはノストラダムスの長女1551年頃の生まれというのはルロワの推測であって正確な少年は全くわからない1553年12月に生まれたセザールが マドレーヌのことを姉と明言していることなどからして、それ以前に生まれていたことだけは、はっきりしている。マドレーヌの若い時のことは、あまりわかっていない。ノストラダムスが、マドレーヌに言及しているのではと推測される手紙は、ある。1565年7月7日付のハンス・ロベット、宛ての手紙がそれである。その中でノストラダムスは、 エクスアンプロバンスから帰ってきた自分に、娘がロベットからの手紙を手渡してくれたと語っている。マドレーヌが、当時14歳前後と考えられるのに対し、二人の妹は、それぞれ5歳と4歳くらいで手伝いをするには、少々幼いため、ここで言及されている娘が、マドレーヌではないかとも考えられるわけだ。なお、イアン・ウィルソンはここから、さらに推測を進め。 当時マドレーヌが、ノストラダムスの事務的な手伝いをしていた可能性があるとしている。ノストラダムスは、死が目前に迫った1566年6月に作成した遺言書で、マドレーヌに対し、結婚時の持参金として600液を送ることに決めた。さらに、2週間ほど後の遺言書添え書きでは、指輪、宝石などの宝飾品類も送ることにした。後に、 マドレーヌは、ローリとオペードの男爵であるクロード・ド・ペリュシスと結婚した。結婚した時期は不明だが、この結婚に反対していた、クロードの父が亡くなった1577年以降のことだったようである。後に、一人息子で夫と同盟のクロードを産んでいる。マドレーヌは1623年に没し、4月7日に、ローリで埋葬された。 セザールの肖像画、セザール・ド・ノートルダムは、ノストラダムスの長男で、詩人、歴史家として、著作を残し、画家としてもいくつかの作品を手掛けた。1553年12月18日、サロン・ド・クローで生まれた。画材にもある程度恵まれ、青年期には、パリの複数の画家に支持していたことがあったようである。登場人物のポーズや、情景の色彩といった。 視覚的な美しさを丁寧に描き出すことを特徴の一つとする彼の死にはそうした画家としての蓄積が投影されているとする専門家もいる。後、サロンの名詞として姿勢に携わり、1598年には筆頭失政官になっている。1600年11月に王妃マリード・メディシスがサロンに入試した際に出迎えたのはセザールであったという。 その傍ら作詞を中心とする文芸活動を行っていた。セザールがいつ頃から作詞を行っていたかは定かではないが、1590年代半ばから複数の著作に詩や序文を寄せている。また、具体的な期間は不明であるが、おじ、ジャンの研究を引き継ぐ形で郷土史研究も行っていたものと推測され、 その成果は1614年に1000ページを超える大著、プロバンスの歴史と年代記として結実した。セザールの没年は1629年とされることが多かったが、現在では1630年1月23日付の遺言書が確認されている。なお、1604年に、 推理技士アダンド・クラポンヌの演者にあたるクレールド・グリニャンと結婚したものの子供はいなかった。シャルルド・ノートルダムはノストラダムスの次男で軍人、詩人であった。1556年にサロンド・ドクローに生まれた。幼い頃のことはよくわかっていない。ノストラダムスが1566年に没した際には遺言によって母親、兄、弟と共に 家の権利を分有した。遺言が誠実に執行されたのなら、自身が25歳になった際に100駅を受け取った、はずだが、弟アンドレが25歳になった時点で、家の所有権は失ったことになる。1588年2月17日に、ジャンベックの娘、ルイーズ・ベックと結婚し、アルル近郊のアランに移住した。そのほぼ2年後には、娘アンヌが生まれている。 結局、シャルルの子はこの娘だけだったようである。シャルルは1594年に、サロン氏の法律家で、母、アンヌのいとこにあたるピエール・オジエから、サロン氏の隊長という称号を与えられている。詩人としても活動しており、代表作としては、正式名が伝わっていない、古き時代のプロヴァンス詩人たちを褒めたたえるオードがあったとされる。 ただし、ルロワはそれを、アニ・セザールが、ピエール・ポーの作品に寄せた序文と混同したものでは、ないかとしている。シャルルは1629年12月頃に没したと、考えられている。それというのは、アニ・セザールがおじえに送った1629年12月18日付の、手紙の中で、弟・シャルルが最近天に召されたと報告している、ためである。 アンドレとノートルダムは、ノストラダムスの三男。ご半生を、修道士として過ごした。アンドレは1557年11月3日に、プロバンス州、サロンドクローに生まれた。幼い頃のことは、よくわかっていない。ノストラダムスが1566年に没した際には、遺言によって、母親や二人の兄と共に、家の権利を分有した。 遺言が誠実に執行されたのなら、自身が25歳になった際に100駅を受け取るのと、引き換えに、家の所有権は失ったことになる。それ以降のアンドレの生涯について現在知られている。話は、もっぱら、ピエール・ジョゼフ・ドエーツに居している。エーツは、ノストラダムスの生涯の時点では、カプチン回収同士としている三男の名前すら、知らないとしていたが、 主考、アンドレノストラダムスに関する覚書を残している。その信頼性は不明だが、エドガール・ルロア、ピーター・ラ・メジャラー、イアン・ウィルソンらも踏襲しているので、ここでもそれに従う。アンドレは若い頃、プロァンス総督、アンリ・ダングレームに従者として仕えていた。しかし、決闘で、サロンのコルニオンと名乗る人物を殺めたことから、投獄された。獄中において、 神に祈り、無事出所できたなら、一生を信仰に捧げると誓った。出所後に制約に従って、1587年12月14日に、サロンのフランシスコ会修道院に入り、なお、セラファン・ノストラダムスと、改めて、残る生涯を修道会での生活に捧げたという。確認されている範囲でのアンドレの唯一の作品として、出版されることのなかった思考。 プロバンスの名詞、アンドレ・ド・ノートルダムの陰文による宗教的残悔が現存している。これは、修道院に入る3ヶ月ほど前にあたる1587年9月頃に執筆された詩である。現存するのは51よで、表裏に書かれている。おおよそのサイズは2 7 5 c m x 1 9センチメートルで、製本はされていない。 2007年のオークションに出品されたが、落札者は不明である。1601年12月2日に、ブリニョールにて44歳で没したとされる。ルロワはこの出典として、ポレー市サンレミド・プロバンスという文献を挙げる一方で、1597年に、アニ・セザールが作成した、遺言書にはアンドレーの言及がないことにも触れている。なお、ルロワによれば、 1630年に作成されたセザールの遺言書ではサロンのフランシスコ会修道院への蔵書の寄贈を表明した際にそこに弟の遺械が保存されていることに触れているという。アンヌド・ノートルダムはノストラダムスの次女。1559年12月15日にプロヴァンス州サロンド・クローで生まれた。 かつてルロアラの研究では1558年頃の生まれとされていたが、兄、セザールの自筆らしき思考によって正確な生年月日が特定された。トゥーロンの有力者、ピエール・ドスバと結婚し、息子メルシオール・ドスバを生んだ。アンヌの正確な没年は不明だが、1597年付のセザールの遺言書原稿で、すでに個人として扱われていることから、 それ以前に亡くなったと考えられている。ディアーヌ・ド・ノートルダムは、ノストラダムスとアンヌ・ポンサルドの間に生まれた三女。ノストラダムスの子供の中で最後に生まれ、おそらく最後に亡くなった。プロヴァンス州、サロン・ド・クローに生まれ、1561年9月8日に、洗礼を受けた。1564年10月に、国王シャルル九世と母校、 カトリーヌ・ド・メディシスがサロンの町に立ち寄った際には他の警視と共に一家で越見を果たした。その後の詳しい生涯は不明だが気難しい性格で独身を貫いたことはわかっている。長兄セザールが1630年に作成した遺言書ではセザールの残す仏材べての溶液券と200液が当時70歳近かったディアーヌに送られている。 ありがとうございます。